不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中先生の不動産大学宅建士に関する罰則の問題編ということで、このチャンネルは完全独学で10個資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで、宅建業法にはですね、いろんな罰金とか罰則とかいろいろあるんですね。そういうペナルティが。で、覚えるのはですね、少し大変かもしれませんけども、これ自分がもし宅建士になったら、当然に知っていないとですね、いけないルールだったりするわけです、これは。なので、試験でも結構宅建士のですね、ペナルティに関しては問われることがあります。ということで、今日は宅建業法違反にまつわる主なですね、罰則についてまとめてみました。まとめた上でですね、これ罰則のペナルティが重い順に私の方でですね、勝手なランキングという形でですね、発表させていただきたいなと。いうふうに思います。これはですね、宅建士に限らず、宅建業者のですね、ペナルティとかそういったところも含めてですね、発表していきたいと思います。まあもちろん今から発表するのは全てじゃないんですけども、まあ代表的なですね、試験に出そうな代表的なところをですね、中心に、発表していきたいと思います。ということでいきますよ。はい、第1位はですね、こちらでございます。法人の無免許営業でございます。ね、一番罪重そうですよね。免許持ってないのにですね、営業したいところ最悪でございます。これどういうペナルティがあるかと言いますと、いいですか？これ1億円以下の罰金刑でございます。1億円以下でございます。まあ1億円以下なんで、1億円とは限りませんけども、まあ結構重たいですね、重罪でございます。法人の無免許営業でございます。はい、絶対やってはいけませんということですね。はい、続いていきますよ。第2位です。はい、これはズバリ、名義貸しでございます。これあくまで私の勝手なランキングなんでですね、すべてを網羅した上で、ランキングしてるわけじゃありませんので、ご了承ください。これはあくまで試験に出そうなやつで、私は勝手に予想してランキングをしております。はい、名義貸しでございます。名義貸しなど。これはですね、どんなペナルティかと言いますと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金または弊課でございます。これはね、絶対ダメです。名義貸しね、もう本当なんか名義貸しっぽいような感じの求人たまに見たりしますけど、絶対ダメですよ。宅建士の資格を取ってもですね、名義貸しでなんかちょっと小遣い稼げるとか思ったら大間違いですので、そんなことはできませんのでご注意ください。名義貸しをすると3年以下の懲役または300万以下の罰金でございますので、もう絶対やらないでくださいということですね。弊課される可能性もあります。はい、続いていきますよ。第3位。これは重要事項説明を怠った。これでございます。もう宅建士になるんであればですね、これは絶対にダメですね。重説は絶対やってくれってことなんですけども、重要事項説明を怠るとどうなるかと言いますと、2年以下の懲役または300万円以下の罰金または両者の弊課という形になります。非常に重い罪ということでですね、なります。ここからは過去問を使いながら、罰則とかペナルティについてですね、見ていきたいと思います。いきますよ、こちらです。宅建士は常時宅建証を携帯して、取引の関係者から請求があった時提示することを要し、これに違反した時は10万円以下の過料に処せられることがある。さあ、どうでしょうか？はい、これは宅建士のですね、ペナルティに関する問題なんですけど、これ皆さんご存知でしょうか？これ実は結構間違える人多いんです。はい。この前ですね、オンラインサロンの方でもこの問題出して間違えた人たくさんいました。はい、いきますよ。これ答えは、はい、×です。あれ、10万円の過料とかじゃなかったっけとかっていうふうに余裕を持った人いるかもしれませんけども、これですね、宅建士は取引の関係者から請求があった時は、宅建証を提示しなければなりません。これはそうなんですね。宅建証を見せろって言われたら見せなきゃいけないんですけども、これはですね、その通りなんですが、ただですね、これに違反しても罰則ないんです。それはおかしいよ。そんなことテキストに書いてなかった。確か罰則あるっていうふうに書いてあったよっていうふうに言う人いると思うんです。今言ってる人いませんか？はい。誤解してます。何と誤解してるかっていうのはですね、もう一問出せばわかります。いきますよ。こちらです。宅建士は重要事項説明の際に宅建証を提示しなかった場合には10万円以下の過料に処せられることがある。さあ、どうでしょうか？さあ、いきますよ。答えは、はい。まるでさっきの問題との違いわかりましたでしょうか？いいですか？これ罰則があるのは重要事項説明の時の宅建証の提示なんです。わかりますか？さっきの問題というのは、求められた時だけ見せればいいという義務なんですね。違反しても罰則はないんです。対してですね、今出した問題というのは、重要事項説明の時限定のお話なんです。これ重要事項説明っていうのは、もう宅建士の仕事の中で超重要な、まあ、業務なんですよ。で、重要事項説明をするときというのは、宅建証をですね、お客さんから見せてと言われなかったとしても、宅建士自らですね、自発的に提示しないといけないんです。で、それをやらないと10万円以下の過料になるよっていう、そういうことなんでございます。わかりますでしょうか？だから重説のときに自分から見せないとですね、もう過料になっちゃうと、そういうことなんです。まあこれ実務やってるとわかると思うんですけども、実務で宅建士の人が重要事項説明するときというのは、まず最初に宅建証を見せます。もうそれが儀式みたいになってます。もうルーティンですね。
という形になるんで、まあ、宅建書を見せずにですね、お客さんに重要事項説明を始める宅建師がいたらものすごい違和感感じます。私の感覚ですよ。まあ、多分実務やってる人はみんなそうだと思います。もう普通に見せるのは当たり前だと思います。それをやらなかった場合に10万円以下の過料ということでございます。それ以外の時というのは別に見せなくてもいいんです。見せろって言われなければということなんです。はい、なんでそこに関してですね、ペナルティが違うということですね。充設の時にお客さんから言われなくても見せなきゃいけない。それをやらないと10万円以下の過料になります。対して充設の時以外ですね、まあ、そこに関しては自発的に出さなきゃいけないという義務はないので、見せろって言われた時に見せればいい。でも見せなかったとしても過料にはならないと、そういうことでございます。ここですね、明確に覚えておいてください。さあ、もう一問いきますよ。宅建業者 A およびその従業者である宅建師に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。 A が宅建師をして、宅建業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には、宅建師は当該相手方から請求があった時に宅建書を提示すれば足りる。はい、どうでしょうか。はい、意味わかりましたでしょうか。はい、いきますよ。これ答えは、はい、丸ですよ。これは宅建師が言われなくても宅建書を提示しなければならないのは、さっきも言いましたけども、重要事項説明の時だけなんです。他の場面ではですね、請求された時に提示すればいいんです。37条書面を交付する時も同じです。相手方から請求があった時にですね、宅建書を提示すれば大丈夫でございます。ここですね、もう宅建書を提示するタイミングに関する問題って、ね、引っ掛け問題がすごく多いんです。あとよくあるのは、重要事項説明書を交付するときに宅建書を提示しなきゃいけないみたいな、そういう感じの選択肢出ることあるんですけども、交付するときもいりませんからね。説明をするときですから、重要事項説明をするときに提示しなきゃいけないという義務ありますけど、交付するときは別にいいんですよ。はい、その辺も引っ掛け問題で使われますんで、正確に覚えてください。正確に覚えた上で、選択肢を正確に読んで、正確に認識して慎重に解いてくださいという感じでございます。こういうところは分かってても間違える問題がよく出ますので、本当に油断しないでほしいなというふうに思います。ということで、今日はですね、宅建業法の罰金罰則のところに関しまして、ちょっとですね、スポットを当てて解説をしてきました。この辺ですね、今お話しした宅建師のペナルティですね、10万円以下の過料のところ、十分ご注意ください。ここですね、あやふやになっていると、まあ、足元すくわれますのでご注意ください。ということで、また明日。